はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。いやー、ようやくね、まあいいや、その話はいいとして。セイロウィンドアップデート来ましたね。アップデート来たんですよ。で、今度な、前ちょっとね、ベータ版を入れて、まあちょっと、ベータ版入れたからクラッシュしたってわけではないとは思うんだけど、まあとりあえずね、まあその話は置いといて、で、まあとりあえずね、いろいろやって、こう、新しいお店できそうだな。アップデートが来たんですけど、ちょっとそのね、動画で説明はしてなかったので、音声入りではね、ライブではね、見せてくれって言われて見せたりとかしたんですけれど、これですね。これ。クロノメーターってやつですね。で、あと、こちら、指南書ですね。あ、買っちゃった。あ、しまった、買っちゃった。間違えた。指南書になります。これ、こちら。これ売れば元に戻るかな。で、ここにね、クロノメーターっていうのは、時計なんですけれど、これを使ってね、西、東、なんだ、緯度、経、違うな。経度がわかるのかな？正経、東経の位置がわかるようになるらしいんですけど、なんかね、正午に、マイナス5引くことによって、時間、なんかね、正経、東経がわかるらしいんですよ。まあ、現在の時間がもし、正午0時ぴったり、12時ぴったりに来て、マイナス5すれば、そこからマイナス5になって、正経マイナス5度になる。で、これが、もし、12時5分だった場合は、そこから引いて、12時、になって00になって、その00の値が、違うな。違うぞ。プラス5か？どっちだ？どっちかどっちなんだよね。マイナス5かプラス5かのどっちかなんだよね。それでわかる。4か？マイナス、every 4 minutes for, 1度になる。結局よくわかんないんですけど、時計を使って、要は時差で、要は日付変更線じゃないけど、時差の関係上で、要は、自分のいる位置を割り出す、太陽の位置と時間で自分の位置を割り出すことができるよっていうので、これが使えるけど、さっぱりなんだよね。まだ、クロノコンパス使った方がやりやすいよ。で、この指南書には、コンパスと、で、北極星の見方。で、ここに北極星あるよ。っていうのの見方。と、クワトランツわくわかんないけど、なんて言うんだらいいんだかわかんないけど、これでね、北緯が緯度がわかるよと。で、これも、緯度がわかるよというやつなんですけど、これらを駆使して時計とさらにクロノコンパスを使えば正確なものが測れるようになるよって言うんだけど、大体ね、そんなにね、精度が高くないんだよ、結局のところ。刻まれてないからね、もっと細かくね。はい、これで戻しておきます。いらんちゃ。で、これ前説明したけど、スコープね、スコープこう、拡大できるからね。これ実はこうやって伸びるんですよ。これ。スス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 ス。これあんまり。ほら。これがね、できるっていうことをね、知らない人もいるからね。これができるからね。ほら。OK？ OK。おー。いいね。これができるから。っていうことをね、で、そうだな。今これだけお金あるから、で、クロノコンパスがね、要は、その分高くなったんですよ。なぜかっていうと、まあ、要はこの、3コンパスと、これね、3コンパスと、で、まあ、正午に来たら、この時計を見て、まあ、3コンパスはね、緯度がわかるやつ。で、3コンパスの値から、クロノ、メーターを使って経度を割り当てるっていうようなやり方でやってくださいという。マイナス4だかマイナス5だかな。お金余ってるから買ってみるのもありなんだよな。でもそんな買う必要はないかな。新しい島が増えたらしいです、あと。全体の方見てみるか。新しい島なんて増えてる？ハッピーベイもドローン、全然なんか、特にすごい増えたって。オアシスからハッピーベイだったかな。ゴールドロックシティからハッピーベイだったかな。しかのその、航路がね、選べるようにもなってるらしいですけど、ちょっとわかんないですね。とりあえず時計買えるから買っておくか。あ、あとなんか、家具で棚、あ、これロットスタンドじゃない？違うわ。間違えたわ。これはあれだ、横にかけるやつだわ。でもこれちょっと欲しいな。ちょっとこれ欲しいな。くっつけられるかな。ちょっとこれ買ってみて。たた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 。あの船にどっかつけられるところがあるから。ちょっと見てみて。これを、ああ、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。いいのか？Q ボタンだったかな。Q で、E だったかな。なんかのボタンで、確か、回転軸は変えられるみたいな。まあいいや。とりあえずこっちから持ってみりゃいいか。ほい。よっ。こういう風につけられる。おー、なるほどね。でもこれ下にこれがあるから。これとこれを連動させて。で、これを。スイッチさせればここに、あ、これ。ここにスイッチさせれば、あれ。だな。なんかいい方法ないかな。これちょっといらないんだよな。ほい。これを、じゃあ、要は、ここに設置しまして、で、これなんかを、ここの上に置く。ぴょん。ダメじゃんかよ。使い道なんない。あ、そうだ。なるほどね。これを、要は、ちょっとよ。ここにつけて、あ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ちょっとあれだ。でこれを、ここに置けば、ここで舵を取りながら確認ができる。お、よし、これいいんじゃない？ただちょっとあれだな。構造的になんかあんまり良くねえな。ここ、いいんじゃない？で、これを真正面に、ほいっと。よし。いいじゃん。オッケーじゃん。ただちょっとここ、物は置いたりとか、ここ移動がちょっと難しくなったりとかするかもしれないから、ちょっと考えようだな。ちょっととりあえずこれで置いておこう。これはここに。もうちょいちっちゃいやつねえかな。まあね、アップデートね、常に来てるゲームなので、ぜひともね、あ、そうだ。水だるを1本売らなきゃ。買っちゃったから。いやー、そのオアシスからね、ここまでをね、往復したんですよ。大変だった。稼ぎはいいけど大変なんだよな。やっぱね、あの船じゃね、ここのね、中をぐるぐる行ったり来たりしてた方がまだ儲かるんじゃないかな。時間と労力と、その、似合ってるかどうかだよね。なんでこんなにいっぱいコンパスがあるんだろう。3コンパスとこれでしょ。あ、チーズ。ゴートチーズがなんか売れる。ゴートチーズが、こうね、ゴールドロックシティで、売られるようになりましたよっていうのもあったね。ヤギのチーズ。あと何がある？ベッドはね、導入できないでしょ？これがもうちょっと短ければよかったんだけどね。で、これが棚。棚。ね。本棚っていうけど、まあ、なんだろう。マグとか、あと、なんだ、スネークオイルとか、こういうところになんか入れたりとかするのに役立つかもしれないねってぐらいかな。あとは特に。と、まあ、ストーブとね、うん。よくわからんベンチと。ストーブどうしようかな、あの船に。乗せようか乗せないか迷うな。まあ、乗せた方がいいっちゃいいんだけどね。乗せた方がもちろんいいんだけど、暇な時とかのね、あれで。おい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 。はい。どうしようかな。とりあえず、また。あ、あと。そう、アップデートで大きく変わったのは、今までこのちっちゃいボートしか、このダウ船の小さいやつでしか掃除ができなかったのが、船の掃除が全部できるようになりました。これによって何が変わるかはよくわからないんですけど、何が変わるんだろうな。船をきれいにしておいた方が、何かバフがかかるんだったら、まあ、常にね、船をこうやってね、大きな港に着いたらきれいにするっていうのは意味あるかもしれない。個人的にはなんか耐水性が変わってる気がするんだよね。こっち側は。やっぱ、船体の方の掃除になると、速度が上がってるんじゃないかなとは思いますけど、どうなんでしょうね。この辺はちょっとわからない。気分かもしれない。まあ、嵐の中でめちゃくちゃジャバジャバ来たけど、焦げなかったから、もしかしたら耐水性は上がってるかもしれない。本当に。本来はね、甲板をお掃除するっていうのはね、そういう意味合いがあるんで、こういうね、艦船の場合は古いね、甲板長にね、めちゃくちゃね、こう、しごかれながらね、甲板をきれいにするっていうのが新人船乗りの役目みたいなね、風になってるけど、よくね、映画とかで見るけど。単純にきれいにしてるわけじゃなくて、少し、耐水性を上げるために、付着した塩水を、まあ、洗い流すというかね。あるかもしれない。よくは知らない。知ったかぶってうんちくを垂れてるだけなので、私、ほとんどね。まだしばらくね、船はね、アップデートされないので、今のところ。船のアップグレードね。ゲームのアップデートは終わってるけど、船のアップグレードは私まだだから。セーブデータ一回なくしちゃったからね。私そんなにすごい綺麗好きってわけじゃないんですけどね。別に、この船真っ黒になっても全然、黒くなったら黒くなってかっこいいなって思うんだけど。もしその、なんだ、転覆しにくくなるとかそういうね、のがあるんだとするならば、やっといて損はないからね。完璧に綺麗にするにはね、潜らなきゃいけないんだよね。船底まで綺麗にするってなかなかないんですけどね。多分そのうち、なんかね、嵐で船が壊れるとかあるんじゃないかな。マストが折れるとかね。ブロックマスト。ポキッと。あー、マストがーみたいなことだって。マストが折れたらどうなんだろうな、このゲーム。掃除するのも大変だからね。いいかな、こんなんで。夜になってきちゃった。で、夕方になって、お店が閉まってないよな、まだ。日暮れとともに閉まっちゃうから、まだ買えるはず。水樽を一つ、購入して。やっぱね、しばらくはね、簡単だね。この船でオアシスとか行くのはね、ちょっとね、大変だからね、やめた方がいいね。無理に行く必要はないから、この船で。ちょっと大きい船になってから行くべきだからね。まだお店やってるかな？お店閉まっちゃった。閉まっちゃったな。やっぱね、あれが欲しいよね、早く。なんだ、バーだね。酒場。ターバン欲しいね。ターバンマスターやったからね、ターバン欲しいですね。酒場と宿屋ですね。宿と宿泊が欲しいですね。あとなんか新しい絵画がね、購入か、ここじゃなかった。夜になっちゃったからあれかな。近いな。違うな。さっきの場所だな。個人的にやっぱすごいね、いいなって思ったアップデートはね、もちろんね、この、スコープのね、濁りがなくなったのはすごくいいんだけど、各島の明かりが夜、遠くから見えるようになったんですよ。こういうね、ここの明かりとかがね、わーっていう明かりが見れるようになったので、アカデミーとかちっちゃい島がね、すごい夜発見しやすくなった。だから通り過ぎることがほとんどなくなっちゃいましたね。でもその分、長距離の2、なんだったかな、重さの2の、荷物の重さによる値段が変わったりとか、長距離のやつがね、なんかいろいろ、レートというか、ちょいちょい変わったみたいなんで、その辺もちょっとね、こっちじゃない、こっちこっち。どれぐらい回復したかな？結構回復するからな。半分以上いくんじゃないかな。あ、半分だ。ちょうど。ちょうど半分ぐらいだ。ラム肉。よし、とりあえず寝よう。今日はね、港での説明をね、ある程度して終わろうかなーってぐらいなんで。この前、港から出るのがすごい時間かかっちゃってね、そのオアシスに行くまでの間にね、まるまる半日ぐらい港から出られなくて、このゴールドロックシティの。あとそうそう、なんだ、プレイヤーが船に乗ってるときに、船のね、重さが加わったの。これね、前ちょっとベータも入れてたからね、その時からも導入されてたんだけど、ベータじゃなくて普通の、アップデートパッチが入ってね、普通にベータ取っててもできるようになったのがね、あるんですけど。ベータ版は入れててもいいけどね、データが壊れる可能性があるからね、やっぱ、つけたり外したりはあんまりしない方がいいかなと思ったんで、とりあえず今後はベータじゃなくて普通の通常版で遊んでいこうかなって思います。通常アップデートを待てって状態にしようかなと。もう引っかかっちゃうこれ。もうまあ、なんか物が置けるし。そうすると、これもここに置いた方がいいかな。で、バグも置いちゃおうか、ここに。ほい。で、これを売りに行っちゃおう。これを売りに行こう。マグはどうしてあるかっていうと、これをね、要は落っことしちゃった時に、もう、飲むために必要なもので、取っていてあるので、この辺にうまく置けないかな。ちょっと、あれかな、邪魔かな。まあ、ちょっと邪魔だな。縦にして。上に置いとくか。もうちょい手前。この辺。よし。うん、よし。やっぱストーブ買うかな。ストーブここ置いて、で、ファイアウト置いて。だな。どうしようかな。あってもいいけど別になくてもいいんだよな。ぶっちゃけこの、お肉をね、たくさん購入して、で、外洋にこいつで行くっていうことも可能だから。これ面白いのがね、これをペッて投げて、投げたまま置いとくことができるんだけど、これで、常に自分のね、船がどれぐらいの速度出てるかってわかるバグりそうだけどね。ちょっと怖いけどね、これね。こういう技もある。まだかな、お店。一応、クロノメーターを買っておくか。お金的には買えるかな、多分。お店開かないかな。クロノメーター。あ、人はいるじゃん。人はいるじゃん。物が販売されるまであとちょっとじゃん。今、品出しの。準備してるね、みんなね。こんにちは。いや、こんにちは。まだかな、まだかな。ジャポジャポして遊んでようかな。ジャポジャポーってして。おっ、乗れるじゃん。ああ、行かない。うまくいけば、もうちょい上まで行けそうだな。ほい。よいしょ。あ。おっ。よっ。うん、上まで行きたいな。行ってもお店ないからな。なんか風鈴みたいな、各地に、各地それぞれの風鈴が置いててほしいな。なんか音の違う風鈴が。で、まあそれで、こういろいろとね、ちょっと寂しい音を紛らわせるようなね。まあ船の旅すごい、あ、どうも。どうも。ね、絵画が。新しい絵画がね、付け足されたそうです。これかな？これとか、あ、いいね。今までなんか全く関係ないようなやつだったのが、こういう全く関係ないやつだったのが、ああ、いいね。いいアートが出されましたね。こういう船とか。断線が結構メインかな、今あるのは。いいなぁ。すごい素敵。うわぁ、かっこいいな、これ。俺もこういうの描こうかな。ね、もうだんだん調子よくなってきたけど。まだね、でも、メガネつけて、外を歩くと、ちょっとね、酔うというかね。これ、ね、ゲームとは全く関係ないんだけどね、私が手術した目の話なんだけど、ちょっとまだね、若干酔うというかね、あんまり運転もできないような状態。歩いててもちょっとフラフラするかなって。あ、あとアップデートでね、そうそう、さっき説明したかな。船がね、こう自重がね、こう、乗ってると足されるんですよ。斜め。これね。船の上で、左右。しばらくは地元をぐるぐる回るのが一番かな。結構高いんだな。黒のえい、いや買ったぞ。これ今日の出が朝の7時、日の出んお店が開くのが朝7時ぐらい開くらしいね。これ、よくわからないけど、開いたり閉じたりができるらしい。で、これをどこにつけようかな。ここでいいかな。いや、なんかわかんないな。ここじゃない？それがここかな？あ、ちょっとこれじゃわかんない。ここかな？もうちょいここ。あ、ここか？ここか？こう見て。あ、いいじゃん。いいじゃん。ここに置いとこうよ。あ。なんか。いいじゃん。で、ランタンつけてね。よし。ランタンは ?39%。いいじゃん。なんか、船っぽくなったじゃん。急に。急に船っぽくなっちゃったじゃん。いいじゃん、こうね。なんかここら辺につけてもいいとは思うけど。なんか急に、なんかね、これ速度計までついちゃってさ。方位速度計ついて、しかも、時計まで完備。うん、バッチシじゃん。なんか買ってこうかな。お金今いくら上がってる？うん、もう1990ぐらいになっちゃったわけだね。で、これがだってまだ高いな。まだ買えない。時計買っちゃったからな。ランタンの予備は別にいいかな。酸素とか地下か。でもお金がないから今はまたしばらくお金を稼ぐ旅に出かけようか。だって。バテッツこれいいかもしれない。場所を取らないからいいかもしれない。これも上につけちゃうか。おっと。あれ？お。うまくつかないな。この辺だ。あれ？この辺？この辺？こう見て、こうして。ちょっと首が痛いな。これは、ちょっとやりすぎかな。くっつかないしな。首が痛いけど。これでいいかな。うん。よし。なんか急になんかハイテクな船っぽくなったな。かっこいいぞ。食べ物、飲み物。いいじゃない。これいいぞ。この配置はいいぞ。で、これでね、また、運び屋生活をやっていきたいと思います。とりあえず、じゃあ今の時間、今正午。だからこの、まだ全然だな。これが中央に来るのが、正午になるので、ピックアップの字が、ちょっとずらさないと見えないな。キャンプ1分刻みなのかな。これ持った状態で、ああ、ダメだ。ピックアップって出てきちゃう。これアカデミーの上の方が見えてない。うん、見えてないな。まあ、まあ、ギリギリ見えてんのか。あれ？あら？向こう側が。あ、ギリギリ。アカデミー。アカデミー。ちっちゃいな、本当に。見えてるからいいか。出た。正午は違うかなってきた。でもこれ、時計を確実に見ながらじゃないと、はい。違うな。今が正午です。はい。12時、14分ぐらいだった？違うな。12時、違うな。17分じゃないね。いや、18分か17分ぐらいだったかな。そっからマイナスいくつだっけって全然じゃん。合ってないじゃん。そういうことだから、まあ、時計が、まあ、なんだろう、これぐらいの時間かなっていうのが分かる程度だな。やっぱり。厳密にあそこに書かれてあったけど、やっぱり数値的になんか合ってるのか合ってないかちょっと分かんない。微妙だな。パッチが来るかもしれないけど。でもなんか時計があるっていいよね。ようやくね、今、何時ぐらいだろうっていうのがね、ずっともう太陽を見てさ、3時ぐらいかな、あそこだから、みたいなやつをやってたんだね。もう時計忘れてきて、太陽を見ながら、そろそろ、今日このぐらいの季節だから、まあそろそろ夕方2、3時かなーって見て。あ、もう4時か、そっか、もうこの時期はもう4時ぐらいになっちゃうのか、みたいなのね、やってたから、それからしたら時計があるってのはありがたいことだよね。ということで、今回の動画はこれにて終了したいと思います。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。